国鉄70系客車。70系客車。70系客車とは、日本国有鉄道の前身である、運輸省鉄道総局が製造した客車の系列の一つである。太平洋戦争末期、米軍による日本本土への空襲によって被災した、鉄道車用、客車、電車を、戦後に簡易な手法で大量輸送用客車として復旧したもので、 戦災復旧者とも呼ばれる。戦後1年が経過した1946年、昭和21年当時、客車の総保有数は、数字の上では戦前と、ほぼ同数の約1万千両を保っていた。しかしこの内訳は、戦災にあって破損したまま廃車手続きがなされていない、車両が約2200両、故障、事故によって使用不能となっている車両が、 約1400両、日本を占領した連合国軍に接収された車両が約1000両に及び、実動可能な車両は総保有数の約7割にとどまっていた。さらに、終戦後の福音と外地からの引き上げ、食料を買い出しなどのため、旅客輸送需要は戦時中に比べて極端に増大した。これらの事情が重なって、客車の著しい不足を生じたため、 やむなく客車の代用として貨車に乗客を乗せて輸送することも実際に行われたが安全面、サービス面から有料すべき事態であり大量の客車の早急な申請が強く望まれた。だが当時は戦後の混乱期であり設備、資材、労働力の不足と技術力の低下により客車の製造能力は著しく衰えていた。普通に客車申請を図るだけでは 客車不足への対応は非常に困難であった。そこで、戦災を受けて使用不能になっていた客車、電車の台車、台枠、交代を再利用して車体のみを申請し、旅客輸送のように供することが考えられた。この手法により製造された車両を潜在復旧車という、一般の客車との区別のため、形式は70番台の番号を付されていたことから、 便宜上70系客車とも呼ばれる。70系客車は、あくまで客車不足を補うための応急的対策と位置づけられ、最小限の資材で、最大限の収容力を確保することを念頭において、設計された。そのため、従来の客車に比べて、次のような特徴を有していた、例外は少なからず存在する。 基本的に長距離運行を前提とする従来の正式客車の設計思想ではなく、もは63型など大都市圏を運行する通勤系電車の設計思想を取り入れて製造されたものといえる。標準的な設計図面も作成されたが、破損の程度の少ない車両についてはこの図面に従わず、従来の車両の車体を修理改造して扉を増設しただけのものもあった。 また通勤系電車を復旧改造したものは原型とほとんど同じ形状のものもあった。そのため同じ形式でも外観は車両により大きく異なっていた。1946年昭和21年から1950年昭和25年の間に製造された。復旧作業を急ぐため全国の国鉄工場、既存の大手中堅鉄道車両メーカーだけでなく、 それまで国鉄客車を製造したことのないようなメーカーが多数動員された。私鉄向け生産があるじで国鉄向けの納入実績がなかったり、実績があってももっぱら貨車ばかりを手掛けてきた中霊祭の車両メーカー、木並車両、日本鉄道自動車工業、若松車両等や終戦により軍需が途絶え平和産業への転換が急がれていた造船所、三井造船。 川南工業、日本海選巨等、交換連企業、富士産業計画社、新日国工業等、金属メーカー、日本交換、他業種から、兵器部品製造に参画した、企業、東洋レヨンなど、鉱材加工技術、設備を抱えた企業が、大挙製造に加わった。とはいえ、軍需転換組の多くは、これまで鉄道車両の製造実績がない企業が、 ほとんどであった。種車の状態不良、資材不足、熟練工不足という悪条件と並び、新規参入メーカーの経験不足までも加わって、運輸省、国鉄からの指示もあり、工作水準は二の次とされた。各形式車号の新旧対象については国鉄、70系客車の新旧番号対象を参照のこと。車体長さ、 台車によって70系統、71系統、77系統、あとの78系統の3種類に区分される。ただし、戦術のように外観はそれぞれ異なる。車体長17メートルのグループに付された形式である。客車では、おは31系、電車では30系、31系、50系の被災者がこの形式に該当する。川崎車用。 日立製作所、富士産業、宇都宮工場、ハンダ工場、三井造船、新潟鉄工所、川南工業、三菱重工業、富士車両、関東工業、新日国工業、日本鉄道自動車、日本海選挙工業、日本交換、東洋レオン、木並車両製造及び、若松車両で113両が製造された、 番号は63番が欠番で114まで。側面扉は、客車復旧車は片側2カ所、日立製作所製のものに、例外的な片側3カ所の車両あり、電車復旧車は片側3カ所であるが、電車復旧車の一部は、客車復旧車と同様の構造を持ってい。お七十四十三は、お三十一系の形状を残し、窓も一段強窓のままで中間に扉を二つ。 増設したもので、側面4扉であった。車体長20メートルのグループに付された形式である。客車ではス三32系、オハ35系、電車では40系、51系、63系、32系、42系の被災者がこの形式に該当する。日本車両製造支店、国鉄多度津港基部、川崎重工業、幹線職場、新潟鉄工所。 富士産業、ハンダ、宇都宮、川南工業、三菱重工業、日本海選挙工業、東洋霊ン、三井造船、国鉄大宮工機部、木並車両製造、日立製作所、関東工業、若松車両、帝国車両工業、新日国工業及び日本交換で通常の図面に従って、または図面を参考にして製造された霊板台132両。 番号は132が、欠番で133までと、破損の少ない車両を、日本車両製造本店及び、若松車両で修理した500番台22両があった。500番台は、従来の客車の形状を残しつつ、中間に扉を2つ増設したもので、側面4扉であった。車体長20メートルの電車を復旧して製造された、緩急車。2両が製造された。 電車時代の車体をそのまま利用し、運転台を車掌室とした。メーカーはいずれも東洋ヨンである。食堂車、寝台車及びそれらの格下げ車など、車体長20メートルで三軸ボギー台車を持つ、グループを復旧した車両に付された形式である。川崎車両、富士産業、宇都宮、三菱重工業、日本交換、三井造船、関東工業、 国鉄大宮工機部、木南車両製造、川南工業、若松車両、関東工業及び日本海選挙工業で29両が製造され、番号は24が、欠番で30まで。1953年6月の車両称号規定改正により、形式をオハ78型と改めた。 戦後の郵便車不足を補うために製造された、車体長20メートルのグループに付された形式である。1947年から1948年にかけて、日本車両製造支店を呼び、新潟鉄工所で15両が製造された。荷重は13トン。当初から、郵便、荷物合わせ作り車として製造された、車体長17メートルのグループに付された形式である。 1950年に富士産業、ハンダで5両が製造された。荷重は郵便室が3トン、荷物室が5トン。当初から荷物車として製造された、車体長17メートルのグループに付された形式である。1947年から1948年にかけて、汽車製造支店及び、川崎車両で8両が製造された。荷重は十トン、車体は 丸屋根通り妻、半節妻の2種類が存在した。当初から荷物車として製造された車体長20メートルのグループに付された形式である。1947年から1949年にかけて、汽車製造支店、川崎自由工業及び近畿車両で17両が製造された。車体を申請した車両は1800ミリメートル幅の 荷物扉が2箇所、20メートル給電車の車体を流用した車両は1100ミリメートル幅の荷物扉が3箇所になっていた。荷重は14トン、製造当初はスニ71系だったが、その後重量記号が変更されたため、形式を間に71型と改めた。あとに4両が電気暖房化され、原番号プラス2000が付番された。スニ71重は大枠に、 UF44A と三軸ボギー用を使用したので、本形式の他の車両と比べると心さら感の距離が短く 13,300mm となっていた。スギ7118はマニ776の編入であるが、使用台枠の形式からして三軸ボギー台車を装着したとは考えにくく、不板ミスと考えられる。マニ71型に引き続き製造された。 車体長20メートルの荷物車のグループに付された形式である。1950年に、汽車製造支店、帝国車両工業、富士産業、宇都宮、新日国工業、日本海選挙工業で25両が製造された。荷重は14トン、電車大枠を再利用した復旧車で、車体は申請されていたので切り妻形となっていた。台車は24両は、 tr23 を装着していたが、1両だけ tr13 を装着していた。車体を申請したにもかかわらず窓の上下寸法が電車のものに準拠している。あとに4両が電気暖房化され、原番号プラス2000が不番された。当初から荷物車として製造された車体長20メートルで3軸ボギー台車を持つグループに付された形式である。 1947年に、汽車製造支店、近畿車両及び川崎重工業で6両が製造された。1953年に形式をマニ78型と改めた。商業改正前に1両がマニ71型に編入されたので、形式はマニ781からごと付された。1949年に川崎車両で1両が製造された。 振動測定用の試験車。車体は区波55系電車の半流型バリウェ屋根、ノーシルノーヘッダー車、区波55,069で、屋根上には2列のガーランドベンチレーターが並んでおり、主車の特徴をよく残していた。客用扉はすべて埋められていて、一部に窓が新設された。台車は TR23 を装着しているが、いろいろな台車に入れ替えて、 その振動状態を比較し、測定ができる構造になっていた。また車内床下,下の台車付近に観測用窓があり、走行中における台車の様子を観察することができた。晩年は特定の試験用ではなく、必要に応じて各種試験機器を積み込み使用されていたと思われる。1971年に廃車となった。最初に製造された車両が1946年12月に、 東京駅で展示された後、続々と製造され、全国各地に配置され使用された。しかし、模波63系と同様、あくまでも戦後の混乱期の応急的対策として製造された車両であり、極めて少ない資材と低い生産能力をやりくり、しつつ、現車の状況に合わせた思考としたため、従来の客車に比べて、接客設備が著しく劣悪であり、 老朽化した木造客車に対してさえ見劣りしていた。特に電車の改造車の手動大型引き戸や、ステップのない、出入り口床面、洗面所の省略などは、使用先の地域になじまない極めて利便性を欠く状態となり、このため旅客輸送需要が落ち着き客車の製造能力が回復し、受給が安定してきた1950年頃から順次、旅客輸送の用途から外され、 当時著しく不足していた荷物車、郵便車の代用として使われるようになった。そして1954年までに全て正規の荷物車に改造された。オハ 71K500 番台、いずれも客車からの改造車のみは郵便荷物合わせ作り車オハユニ71型に改造され、接客設備を従来の客車と同等のものになるべく近づけた上で、 引き続き旅客輸送に使用された。1960年代に入ると、マニ60型や大輸重型などの増備によって、荷物車、郵便車も受給が安定してきたことから、潜在復旧車は救援車や配給車といった事業用車に改造されていった。事業用車に改造されなかったものは1969年までにすべて廃車され、 この時点で営業用の戦災復旧車は消滅した。事業用車に改造されたものについては、国鉄の車両基地の統廃合が進められる1987年3月まで一部が残っていた。また、杉73-1及び間に76-91が、東山丸事故により廃車されている。1950年に、マット鹿児島、五島の各国鉄工場で、 電車復旧車の構造を持つオハ70型を種車とした荷物車で全部で34両が改造された。荷重は10トン、車掌室は他形式と比べると広く、長距離列車にも使用できるように簡易信頼が設けられていた。オハ70型を種車とした荷物車で客車復旧車及び電車復旧車の うち客車復旧車と同じ構造を持つものを1952年度に改造した。ス73型に改造されなかったものは全て改造され、全部で81両が改造された。1から79.111は客車復旧車からの、91から110は電車復旧車からの改造車である。マニ74型のような簡易信頼はなかった。 結番が生じているのは当初はすべて客車復旧車と、みなして一連の番号を付していたが、後に、電車復旧車であるにもかかわらず客車復旧車と同じ、車体を持つものがあることが判明し、これを番台区分したためである。なお111は1953年度に151に改番している。後に14両が電気暖房化され、原番号プラス2000が不番された。 鬼70系、巣に七73型、巣に七75系、お湯に70型を種車とした救援車で63両が改造された。1962年に末藤工場で巣に七73型の改造により1両が製作された食用車で美の大滝動車区の職員輸送車である。1968年6月に廃車となった。 1950年度から1951年度にかけて、マットウ、高砂、鹿児島、五島の各国鉄工場でお花71型を種車とした荷物車で全部で46両が改造された。荷重は13トン。電車を復旧して製造された霊番台14両と、客車を復旧して製造された50番台31両があった。霊番台は、霧妻形。 または、半流、五十番台は、折妻となっていた。車掌室は、多形式と比べると広く、長距離列車にも使用できるように、簡易寝台が設けられていた。あとに二両が、電気暖房化改造をされ、原番号プラス二0が不番された。1950年に、長野、土崎の両国鉄工場で、お葉71系、五百番台、を種車とした三等、郵便。 荷物合わせ作り車で全部で20両が改造された。改造では、おは71系の車体中央の2つの出入台を撤去して郵便室扉と荷物室扉を新設した。車体は折り妻だった。梅雨71型は車掌室がなく運用に不便があったため、全車が1951年に車掌室と車掌用出入台の設置が行われ、形式を 梅雨72型と改めた。1951年に長野、土月の両国鉄工場でおハ71型を種車とした郵便、荷物合わせ作り車で全部で重量が改造された。種車の面影を多く残した改造だった。1952年から1953年にかけて、多度津・鹿児島、 後藤の各国鉄工場で最後まで改造されずに、残っていた、お花71型を種車とした、荷物車で、客車復旧車を改造した0番台37両と、電車復旧車を改造した40番台1両、90番台3両があった。荷重は14トン、車体は、丸屋根通り妻、霧妻型の3種類が存在した。マニ74型のような簡易寝台はなかった。 あとに7両が電気暖房化され、原番号プラス2000が不満された。1953年から1954年にかけて、おは71系、おはふ71型を種車とした郵便、荷物合わせ作り車で全部で40両が改造された。お湯に71型とは異なり、本格的な改造が行われていた。 客車を復旧して製造された0番台33両と、電車を復旧して製造された50番台7両があった。50番台は、側窓が大きく半流が存在するなど、電車時代の面影を多く残していた。1960年から1967年にかけて、畑生、田土津、大船、森岡、小倉、大宮、名古屋、松東、土崎、旭川、 高砂、五両郭、二逸、五島の各国鉄工場でマニ71系、マニ72系、マニ74型、おはゆに71系、ユ七72系、おゆに71系、マニ76系、スユに72系、おる71型を試車とした救援車で、全部で103両が改造された。十八は十七が百七十七年に廃車されたため、 67となった。102には横形対策がなされていた。1987年までに廃車となった。1961年に森岡、土崎の両国鉄工場で間に74型、おはゆに71型を種車とした配給車で4両が改造された。100番台のみ存在した。1971年までに形式消滅となった。 1953年から1954年にかけて長野、旭川の両国鉄工場でお葉78型を種車とした郵便、荷物合わせ作り車で全部で29両が改造された。車体は水に72型と同じだが丸屋根と折妻の2種類が存在した。1961年から1966年にかけて森岡、土崎、 朝日課五両閣、五島の各国鉄工場で真に十八系、眉に十八型を種車とした救援車で、全部で十五両が改造された。早いものは九百七十五年から廃車が始まり、民営化までにラストナンバーの十五を除く全車が廃車となった。残った十五は工術の通り JR 東日本に継承され、高崎車両センターに配置されていたが、2 0 0年に、 廃車となった。末7085は、JR 加護も東日本旅客鉄道、JR 東日本高崎車両センターに車席を残していた。同車は、潜載復旧客車最後の一両で、国鉄末期において三軸ボギー台車を装着した、本線走行可能唯一、後に巻いて4 9二が、車席復帰したため、唯一ではなくなったの一般用客車であったことから、 保存運転用に引き継がれたものであった。JR 発足直後は頻繁に使用されていたが、その後は全く使用されず、2007年に除籍された。その後は同センターに留置されていたが、大枠に致命的な亀裂が見つかったために2008年冬に、からだ。70系客車は、系列消滅となった。このか北海道小樽市の小樽総合博物館、鉄道、 科学、歴史館に末78号が生体保存されている。また、苗木工場併設の北海道鉄道技術館に末78号が装備していた TR71 の片方がありされている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。